さんちゃん、新しい HPS どうでした？HPS は結構フレックスが柔らかめなんですけど、かなりハイスピードで飛ばしてても、うん、不思議と安定感があってエッジも食ってくれて、うん、なんでこんな食うんだろうっていうのを、はい、かなり驚きの一言です、うん、去年より全然良くなってますよね、やっぱね。扱いやすい、ね、うん、多分結構誰が乗っても扱いやすくて、うん、すごい調子のいい、まあ、今日も走るし、うん、今日なんかパウダーじゃないけどかなりやっぱ調子いいですよね、カービングとか。このシャバ雪のコンディションでもかなり調子がいい、うん、あと板も柔らかいんですけど、うん、かなりあのトーションがはっきりしてて、うん、しなりもうまく使える板なので、かなりオールラウンドに使えそうな一本ですね、気がします。 OK です、ありがとうございます。お疲れ様です。